マリオスワレスまたは、スペインアルコベンダス出身のサッカー選手。ラージョ・バジェカーの所属。ポジションはミッドフィールダー。アトレティコ・マドリードのユース出身で、2005年11月6日の、セビージャ戦で、トップチームにデビューした。2006から07シーズンは、セグンダ・ディビシオンのバリアドリードに、レンタル移籍し、クラブのプリメーラ・ディビシオン昇格に貢献。 2007から08シーズンは、セグンダのセルタでビー後にレンタル移籍し、20試合に出場した。2008年には、マジョルカに完全移籍し、プリメーラで26試合に出場した。2009から10シーズン終了後、契約に付帯していた買い戻しオプションをアトレティコが、行使したため、古へ復帰。アトレティコでの出場機会は、決して多いとは言えなかったが、 終盤に厚みをもたらし2013から14シーズンのリーグ優勝に貢献。しかし2015年にディエゴシメオネ監督との考え方の違いや出場機会の減少を理由に対談を希望した。2015年にイタリアセリエへのフィオレンティーナへ移籍したがパウロソーザ監督の信頼をつかめず半年で対談。2016年1月にイングランドプレミアリーグの ワトフォードへ移籍した。2016年8月にバレンシア CF へレンタル移籍した。2017年に中国の奇襲地上足玉クラブに移籍した。2019年1月にラージョバジェカーノに移籍した。2006年からスペイン U-21 代表に選出され、2007年にカナダで開催された。 FIFAU-20 ワールドカップに参加し、ザンビア戦で PK を決めた。2013年2月6日のウルグアイ戦で A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。